どうも、陶芸家の青木亮太です。このチャンネルでは陶芸家を目指す人から陶芸を趣味で楽しみたい人までみんなが役に立つことを発信していきたいと思います。本日はデレーン、小さな花入れです。このね、小さな花入れ、中がねちょっと穴開いてるんだけど、まあ、実際こういう一輪挿しとして使うこともできます。こうやってね、お花を入れて使ったりとかね。あと花を入れなくても、これ小さな彫刻としてお家のどっか棚とかテーブルの上とかに飾っとくとめちゃくちゃかっこいいです。あとね、これ個展とかだとね、よくお客さんたちがこういう小さい作品はねプレゼントとして買ってかれる方も結構おられます。では今回、この小さな花入れかっこよく作る重要な3つのポイントをお教えしたいと思います。粘土、いつもの粘土なんだけど、今回はね 300g、 ちょっとちっちゃい粘土を使ってやります。ちっちゃいほどね意外と難しいんですよね。じゃあ行ってみましょう。倒つる。ちっちゃいとね、この土殺しとかもちょっと難しいんだよね、ちっちゃいと。じゃん、芯出し完了。じゃあまずポイント1つ目、デレン、高台の下少し厚めにします。なぜかというと、こうか、あ、花がもちっちゃってる。あらら、先取って、あら、花器なので、こう置いて使うものなので、下がね分厚い方が、下が重くて安定するので、下をあえて厚く作りましょう。で、いきます。倒つ、そう、指1本分ぐらい。はい、この時のポイントも、下からしっかり粘土を上に上げる。2回で、綺麗なシリンダーを作ってあげてください。てってれん、完成。いいんじゃない？はい、今じゃあ下が少し重いシリンダーができました。でね、これよく見て、これちょっとじゃねえや、この銅が膨らんでるんでしょう。これは口を閉じてから膨らますんじゃなくて、一度銅を膨らませながら、これちょっと難しい、膨らませながら首をしぼめてきます。これが2つ目のポイントが、その銅を膨らませながら首をしぼめていく。この時こう手でこうやってもいいんだけど、今回はチャリーン、おはてなみたいな、この道具、木の道具、この木の道具を使うと膨らみがとても作りやすいです。これはね、袋物によく使われます。袋物って何かでいうと、こう袋の形をした、例えば壺だったりとか、とっくりだったりとか、お腹がぽっこりした時にこのアイテムを使います。しっかり水濡らしてね、これでいきます。こいつがね、指だと思って、もう一体化、集中、倒す、集中、いくよ、プク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 って、ここできた。もうちょっと膨らませてもいいな、これ、プク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 ってきた、いいね。はい、じゃあ次、首元をちっちゃくしていきますね。これがね、とても難しい作業。この時はね、ちょっと水多めにして、シュル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 ってやってきます。で、今若干ここがね、上の方がなみなみ打ってるんで、たまにこう均一にして修正をかけてあげましょう。でね、袋もができてきました。どうしようかな、これもう一発これ入れちゃうかな。これこうなってるでしょう。なので、ここはね、もう一回膨らますね。ちょっともうここまでいくと指が入らないので、この木のコテを使います。で、この木のコテを使いながら、次はしぼめていきます。では次、もう一回ちょっとね、ここまで細くするね。これくらい細くする。全然太いじゃん。これほんと集中しないと難しいかな。ちょっと黙っちゃうかもしんない、これ。まだ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 。
細くなればなるほどブレてくるから、あ、これもうブレてる、ブレてる、これめっちゃブレてるでしょ、これゴワン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 、めっちゃ集中、これちょっとゆっくりね、これほんと集中しないとこやばい。はい、できました。で、次3つ目のポイント、ちょっともうこんなぐちゃぐちゃだな。3つ目のポイント、口をきれいにします。いや、これ口を広げてからきれいにするんじゃなくて、今この閉じた状態でこの口をカットしてきれいにしてあげてください。チキン、いきます。これもね、集中しないと、これもうやっぱブレてる、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 いやいや失敗したかな、これブレブレです。ブレても大丈夫。もう一回ね、こう芯出し、これ芯出しの基本、芯出しをしてあげれば大丈夫です。これは3つ目のポイント、広げてからカットするんじゃなくて今のうちにカットしておいてください。じゃあ最後にこれ広げますね、口。これね、めっちゃ難しいんだよね、ここちょっと下手にしゃべる、ちゃんと手に止め塗って、手ぬるぬるにしとかないと、これねめちゃくちゃ難しい、これめっちゃ難しい、これやっべやっべ、おらおら、これ首がね折れそうなんだよな、これもう今にも。大丈夫大丈夫だって、いけるいけるいける、俺いける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 、いけるよね、ちゃんと土と会話してあげて、これもう一発いく、もう一発いくぞ、お前行くぞ行くぞ、おらあっあっティッティリン、これいけたんじゃない、これちょっとこう足りないな、こうカーブは。じゃん、はい、こんな感じでできました。で、最後ね、中ここまでね、このろくろ目が残ってるから、このコテでね、きれいにしてあげましょう。もういいじゃん、ちょっとこの外も、いいね、いい仕事してますね。ちょっとこれまたね、外一面ピュッと削りますので、そうしたらもっとつるっとしたきれいな形になります。ちょっと見てみようか、じゃじゃん、こんな感じ、こんな感じ。はい、では断面図いきます。これちょっと口が開いてるとね、切った時にぐちゃぐちゃになっちゃうんで、あえてちょっと閉じてる途中のとこでカットします。あ、調子いい調子いい調子いい調子、あ、うあ、いやー、やばい、これちょっとこれ崩れちゃうんじゃね、これなんとかなんないかな。あ、お前が中に入ればなんとかなる、こんな感じいける、はい、ちょっとね、今ヘルプ入ってます。これ見えますかね、見えるね、これこれ見てお分かりかな。この生地の厚みはほぼ一緒、ほぼ一緒に引きます。で、手はまずこの首を細めるときは右手の親指と中指だけで、こうこれだけで絞り込んでる、俺グーって。で、左手の人差し指はぶれないように中心に置いてこうやって絞り込んでてください。そうするとね、こうぐん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 絞り込んでいきます。で、次にコテ、はい、コテ、コテはね、入れるときはこっちから、このままズボッとやったらね、ここのなんていう、ここの広さの分だけ開いちゃうんで、こうやってズボッてやって、こういう感じ、ここちょっとこれもう指だと思って、これ指だと思って、で、右手ではこうできればね、ギュッと握りしめてあげて、ちょっと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 ちょっ1個は持っといた方がいいです。はい、では今回は小さな花入れの作り方でした。皆さんまた陶芸楽しんでみてください。ありがとうございます。タオツー、タオツー、あざっす、やべ死んじゃった。